はい、こんにちは、カズです。はい、今日は、えー、CE の2月デリバリーアイテム第2弾ということで、えー、っと全16アイテム入荷したんですけれどもちょっと動画が長くなりそうだったんで2部構成にしましたの、えー、第2弾となっております。はいえー、とスウェット関係とニットフリースあとはキャップを紹介したいと思います。はい はい、えー、まずこちらいきます商品名トラジェクトリークルーネックです、はい、税込みで2万2000円となっております、はいえー、生地はコットン100%のスウェット生地のクルーネックのプルオーバーのスウェットになります、はい、セットインスリーブで、えー、左袖上部にシリコンパッチ、はい、前身頃にこれ布パッチが貼られております、はい、グラフィックのね、はい でえーはい、後ろ、ジックラットのリフレクタープリントが入っておりまして、えー、下の部分にグラフィックが入った布パッチが貼られております。はいえー、一応、色はブラックカラーなんですけれどもウォッシュ加工で、えー、ちょっと茶色っぽいチャコールグレーっぽい色になっております。はいでえー、脇下は膝 あ膝,膝じゃねえか袖と脇下に生地切り替えが入っております。はい。リブ素材になっております。はい、で裏地は、はい、パイルになっております。はい、で、えー、よいしょ、はいえー。これは普通にウォッシュ加工ですね。ウォッシュ加工が入っております。はい、シルエットはワイドシルエットです。はい で裏地にこういったグラフィックが入った布パッチが入っております、はい、で生産国は日本となっております、はい、身長1 6 8センチの体重が5 5キロで L サイズを着用しております、はい、裏地がパイルなので非常に着やすいです、はい はい続いて XL も着てみたいと思いますはい、えー、XL ですはい以上 はい、えー、続いてこちらいきます商品名オーバーダイアレンジメントクルーネックです税込みで2万7500円です、はい、生地はコットン100%のスウェット生地のクルーネックのプルオーバーになっております、はいえー、セットインスリーブで、えー、左袖上部にシリコンパッチがついております、はい、前身頃のグラフィックはすべて刺繍になっておりますこれ全部刺繍でございます、はい で、えー、後ろいきます、はい。後ろにはじっくらとのリフレクタープリントが入っておりまして、えー、下部分にグラフィックがあ入った布パッチが貼られております。はいえーはい、で袖と脇下にリブの切り替えが入っております。はい、で、えー、裏地はパイルになっております。はい でえー、ワイドシルエットに、えー、オーバーダイウォッシュ加工が施されておりましてメイドインジャパンとなっております。はい、いで裏地にはい、はいえー、グラフィックが入った布パッチが貼られております。 はい、身長1 6 8センチの体重が5 5キロで L サイズを着用しましたはい、えー、裏地がパイルになっていますので非常に着やすいです、はい、では XL も着てみたいと思いますはい XL です はい以上はい続いてこちらいきますはい商品名ウォッシュド、うん、読めないのクルーネックですはい税込みで23,100円でございますはい生地はコットン100%のスウェット生地のクルーネックのプルオーバーとなっておりますはい。 えー、セットインスリーブーに、えー、シリコンパッチがついておりまして、えー、前身頃両ショルダーにキャブエンプとの刺繍が入っております。はい、で、えー、これが、はいえー、後ろ身頃はグラフィックは、えー、プリントとなっております。はい、でそ、はいえー、袖とお脇下に、えー、リブの生地切り替えが入っております。はい で裏地がパイルになっておりましてこれも布パッチがこれ説明しなくていいか布パッチあでもこれだけ見たい人のように一応やっとくかよしはい裏地にはグラフィックが入った布パッチが貼られておりますはい でえー、ワイドシルエットのオーバーダイウォッシュ加工が施されておりましてメイドインジャパンとなっております、はい、身長1 6 8センチの体重が5 5キロで、えー、L サイズを着用しております、はいえー、裏地がパイルになってるので非常に着やすいです はい続いて XL も着てみたいと思いますはい、えー、XL ですあはい、はい、以上はい以上 はい、えー、続いてこちらいきます商品名オーバー台四角四角四角フーディーです、はいえー、税込みで2万8600円となっております、はい、生地はコットン100%のスウェット生地のプルオーバーのーフーディーになっております、はいえー、セットインスリーブで左袖上部にシリコンパッチがついておりまして、えー、前身頃両ショルダーにキャブエンプトの刺繍が入っております、はい、でパーカーなので、えー、カンガルポケットがついておりまして、えー、まあ あの大きめのフーディ、フードがついております。はい。で、えー、後ろですね。後ろは。後ろのグラフィックはプリントとなっております。はい。で、裏地が。はい、えー、裏地が、えー、パイルージーになっております。はい。で。よいしょ。 はいえー、中に、えー、っとグラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で、えー、ワイドシルエットのオーバーダイブウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はいえー、身長 168cm の体重が 55kg で、えー、L サイズを着用しております。はい、非常にいい色ですね、春っぽい感じの。 裏地はいえー、ウラジアパイルで、えー、非常に着やすいです。はい、でフードの深さはだいぶ深いですこんな感じです。はいはい、では XL も着てみたいと思います。はい、えー、XL です。 はい、以上、はいえー、続いてこちらですね、商品名ダイクロマティックフーディーです、はいえー、っと直訳すると二面性という意味になっております。 生地はコットン100%のスウェット生地のプルオーバーフーディーになります。はい、セットインスリーブの生地切り替えになっております。はい、左袖上部にシリコンパッチがついておりまして、前身頃にプリントグラフィックプリントが入っております。はい、でカンガールーポケットがついております。はい、で大きめのフーディーあフードがついておりまして、後ろ行きます。はい。 でじっくらとのおリフレクター付きのプリントが入っておりましてその下には、えー、グラフィックが入った、えー、布パッチが貼られております、はい、そして、えー、裏地があパイル地になっておりますはい はいえー、このように裏地に、えー、グラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で、えー、シルエットはワイドシルエットになっておりまして、えー、ウォッシュ加工が施されておりまして、えー、メイドインジャパンとなっております。はいえー、身長1 6 8センチの体重は5 5キロで L サイズを着用しました。 あはい裏地はいえー、ウラジパイルで非常に着やすいです、はい、で、えー、フードの深さなんですがあだいぶ深いですはい続いて XL も着てみたいと思いますはい、えー、XL です はい以上はい続いてこちらいきます商品名オーバーダイ P 級オープンモックネックです、えー、税込みで24,200円ですはい、えー、生地はコットン100%のピケ生地ですはいあのー、スウェット地ではないですなんかえっとちょっとこの、えー、ボコボコっとボコボコ感のあるあのサーマルと言っていいのかどうか、えー、ちょっとなんかボコボコな <laughs> スト,ライストライプ調の生地となっております。はい、で首周りがモックネックでボタン付きとなっております。はい、これスナップボタンになっているので開きます。はい、でえー、っと前身ごろ両ショルダーにキャブエンプトの刺繍が入っておりまして左袖上部にシリコンパッチが入っております。はい、でえー、よいしょ。 ミニ袖上部にグラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で、えーっとはい、後ろいきます、はいえー。後ろはジックラとのリフレクタープリントが入っております。はい、そして、えー、裏地はパイルでもないですね、そのまんまの生地か。 裏地はちょっとね表地よりもちょっとまあ、若干つるっとしてますはいで、えーはいえー、グラフィックが入った布パッチが貼られておりますはいでえー、っとねはい、えー、全体的にウォーバーダイウォッシュ加工が施されておりまして、えー、メイドインジャパンとなっておりますはい はいえー、身長 168cm の体重は5 5キロで L サイズを着用しておりますはいえー、っとスウェットでもないので結構結構じゃないかなり不思議な感じですねはいなんだろうなんかだいぶしっかりしてます生地が、はい、で特徴はこの襟なんですけど生地がパリッとしてるのであの があって立ってくれます。はい。で、えー、ボタン外してボタン外すとこんな感じで襟みたいにできます。はい。はい。はい。えー、続いて、えー、XL も着てみます。はい。えー、XL です。 はい以上はい続いてこちらいきます商品名オーバーダイ PQ ジップカーディガンです、はい、税込みで3万1900円です、はい、生地はコットン100%の,のえっとさっきの同じ生地ですねピケ生地と言いますはい、えーはい、えっとサーマルみたいなこう縦線のーサーマルじゃないかなんて言えばいいんだろう 毛糸コーデュロイみたいなコーデュロイでもないか感じの生地となっておりますはいで襟元生地切り替えになって生地切り替えじゃないかテーピングが貼られておりますはいあの、えっと、ヘリンボーン生地がついておりますはいでジッパーがついておりまして。 えー、ポケットにもジッパーがついております。はい、で、えー、袖口にリブがついております。はい、で、えー、左袖上部にシリコンパッチがついております。はい、で背面が背面の前に右袖かミニ袖上部にグラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で背面がジックラットのリフ,レリフレクタープリントが入っております。はい、このの、えー、ジッックラトの えこの背面のこの前が前,前,前というかえ裏地ですね、はい、がえグラフィックが入ったあ布パッチが貼られております。はい、でえーえーっとねオーバーダイウォッシュ加工が施されておりましてえメイドインジャパンとなっております。 はいえー、身長 168cm の体重が 55kg で L サイズを着用しております。はい前 はい、続いてエクセル着てみたいと思います。はい、エクセルです。一応これカーディガンタイプなんですけど、えっ、ー、となんか和服を着てる感じに感じます。はい、では前止めます。和服みたいな感じです。和服みたいなイメージっていうのもいいかな。はい。 以上。はい、えー、続いてこちらですね。行きます。商品名ハイネックフリースプルオーバーです。はい、税込みで26400円です。はい、生地は、えー、ポリエステル100%のポーラテック製フリース生地となっております。はい、えー、ポーラテック社のフリース地になっております。これですね。はい。 はい、フリース生地で有名なポーラテック社です。はい、薄くて、えー、軽くてすごくあったかい生地となっております。はい、えー、前身ごろ両ショルダーにキャブエンプトの刺繍が入っております。はい、左袖上部にシリコンパッチがついております。はい、えー、袖口はあゴムが入っております。はい、あ、えっ、ー、と首周りはモックネック、ちょっとこの分厚めのモックネックが入っております。はい、で、えー、はい。 裾にはドローコードがついておりまして絞ることができますはいで背面にじっくらとのステッチが入っておりますはいで a、えー、これはあ はいえー、いきますはい、えー、裏地に、えー、グラフィックが入ったあ布パッチが貼られておりますはいで、はいえー、メイドインジャパンとなっておりますはい、えー、身長 168cm の体重が 55kg で L サイズを着用しております、はい えー、やっぱいいですねポーラテック製のフリースはかなり、えー、軽くてあったかいですはい、えー、薄いのにすごいあったかいですはいで、えー、首周りも全然あの締め付け感がなくて、えー、とこのだいぶしっかりした二重になってるんであのこうちゃんと立ってくれますはい はい続いて LXL きますはいえー、XL ですはい以上 はい続いてこちらいきます商品名ルーズネックコットンニットです税込みで三万八千五百円となっておりますはい、えー、生地はコットン九十二パーセントポリエステル八パーセントのモックータートルネックとなっておりますはい、えー、セットインスリーブで左袖上部にシリコンパッチが付いておりまして、えー、メイドインジャパンとなっておりますはいえっ、ー、とここの首周りのクルンクルンが可愛いですねこれ ほらで、はい、えー。はい、えっ、ー、と、ちょっとメッシュ調なので、これ下にグラフィックが入ってあのプリント T とか着て上から着るといい感じになると思います。はい。ちょっと、あ、はい。ちょっとあで着てみたいと思います。はい。はい。えー、身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい。 えっと網目がめっちゃ粗いのでかなりこれ涼しいです、うん、はいはい続いて XL いきますはい、えー、XL です、はいえー、XL 結構でかいですけどこれかわいいっすねだいぶあの なんかざっくり切るとすごいいいですねこれあはいはい、はい、以上はい、えー、最後こちらですねキャップですはい商品名アレンジメントキャップウール50パーのごめんなさい値段が9900円でございますはい 記事、えー、はウール50パーのレヨン50パーとなっております。はい。えー、5パネルじゃないの。6パネルの。はい。サイズはフリーサイズですストラップバックルで、えー、調整可能です。はい。でこのついでにこの上に、えー、ジックラットのお刺繍が入っております。はい。で前がこうですね。キャブエンプトのおなこのんでこ,こ ここがだチェッカーフラッグっぽい感じのジックラッとの刺繍となっております。はい、点、はい、ボタンがついておりましてアイレットがついております。はいはい、キャップですね。 はい、えー、こんな感じですはいえー、浅すぎず深すぎずかなりいい感じの深さの、えー、キャップとなっておりますはいはいはい、はいはい、以上、えー、今日は、えー、CE からあー2月デリバリーのアイテム第2弾ということで、えー、紹介させていただきましたではバイバイ